ホマルドのショーマルセブンで、まださ、今回なんですけどもね、自分のランクのね、解説していこうと思いますんでね、最後まで絶対に見てってくださいってことで、まずはね、チャンネル登録と高評価、よろん、スタート、入りますということで、今日の味方はですね、エルサシュンシュン君と野良1名でございますと。さあ、キャラに関してはね、マットマギでございますね。マットマギさんね、鬼強いです。はい。さあ、まず味方チェック。はい。全部マスターですね。はい。あざす。当たりです。マスター常連だ。ノラガチャ当たりです。さあ、そこで決めていきます。ここは。はい。もうね、僕ですね、シーズン20から強いとこしか降りてません。オリンパスの強いところで言うと、ファイトナイト、フェーズドライバー、イカロス。まあ、この3つはまず最強ですね。で、もう一つ加えて、オアシスかな、強いところで言うと。で、なんでこれらが強いかっていうと、シーズン20の仕様でアーマーがわからなくなったんで、その代わりにアタッチメントとか、金ノック、金ヘル、金バックっていうのを集めたいんですよ。だからそういうところ湧く、ランドマークっていうのがシーズン20は強いです。なんで、オリンパスは先ほど言ったところですね。っていうのは金よく湧きますんで、そこがおすすめですね。うん。特にイカロスはね、みんな鍵の位置とか知らないんで、マジで穴場です。イカロスガチおすすめです。しかもキャッシュ、シンガーキャッシュフルとか落ちますんで、すぐ紫になります。ある物資も上手いのと、そのままソーラーアレイってクラフトできるし、リンゴソルもできるし、いろいろできるんで、もう最強っす。うん。ワールドエッジは、試練が一番強いです。で、普段ね、まあ、見てた人だったらわかるんですが、ジャンプマスターって基本的に後ろを見て、まあ、いないところいるみたいな感じだったんですが、シーズン20は僕そこにします、結構もう。まあ、来たら避けるんだけども、ランクあんまり被せてこないんで、まあ、プレキルをつけてるってのもあるんだけども、まあ、そういったところでもうね、もう行っちゃってますね。はい。そこにかましてます。ただ避けるときは避けます、ちゃんと。最初武器なんですが、ヘムロックとモザンビークですね。この時代はね、この武器構成でね、やってましたね。まあ、ヘムロックやっぱ強いね。さあ、敵がいるんで見に行きましょう。ファイヤーカンツ！え、強くね？お前強いよ、こいつ。ちょ、これはね、自分がね、カラー出しすぎた。無理がない。本日と見る。さあ、ここただね、ガラスで敵見ながらですね、詰めていくかどうか。チェック。これ大事ですね。押せるかな。さあ、まあ、この後の動きかな。なかなかいい当て感じてんな。パワーニックル2個入れて、これは足止めっすね。一人そいつ、肉に70入ってるそいつ、ポンジェット。目の前だ。ロロ。バンガロロロロ、あ、バン、倒した、ナーイス。ラッキーボーイ。まぁ、ちょっとお話ししましょう。まぁ、ここね、まぁ、ちょっと俺体すぎた感じだし、なんで食らいすぎた。で、まぁ、ちょっとお話ししたんですが、ここはね、まぁ、ガラスで敵見ながら、爪警戒。なんですが、この後すでに大事なのが、これと回復した後グレ投げてるんですよ。これ結構大事だね。で、何したかったかっていうと、これ前に来たかったんだよね、俺的には。もうここの位置にいたくなかったんですよ。同じ位置にいるときって、もう相手ってめちゃくちゃ対策しやすいんだよね。あそこにいるならもう展開しちゃおうとかさ、もうグレ投げて攻めねえとかさ、もう作戦立てやすいんだよね。もう超簡単な話だよ、本当に。情報を変えなきゃいけないんだよね。で、前に俺行くんだけども、本当はね、まあ、ここ登り行こうと思った。まあ、ただちょっと発言したいんだけども、で、ここなんで登っていいかっていうと、これ味方がね、ちゃんと後ろにいるんだよね。なんで、視点的には、まあ、大体こんな感じの視点ですね。まあ、左から敵出てきても、撃てますよね。右から敵出てきても撃てますよね。っていうところ。なんで、前詰めと3位に引くところっていうのはここら辺。ここ出てきた時にフォーカス合わせばいいよね。自分下にいたら。で、登るんだけども、登るのはちょっと。本当に。打ち返されたらすぐ降りる。っていう感じかな。撃てるだけ撃つかもしれないけども。っていうね、ちょっと自分から前に行くようなこともしてます、ちゃんと。で、ただ、レブナントこれが見えたんで、左行きましたね。これ、相手早かったね。うん。これ、相手、うまいっす。正直。俺がここで前出てなかったら、多分、厳しかった。普通に。なんでそこにいるのみたいな感じの状態だったから。ただ、これ、相手としては気づけなかったね。俺がこんなところにいるの。まさかそんな、横にいるなんて思わなかったしね。シュンシュンも後ろにいるからね、これね。危なかったよね。まあ、ラッキーなパターンではあるんだけども、情報を変えたことによって、相手は、いる位置ってのが絞りきれなかった。敵の情報っていうのは、今俺がここで回復してるところ。あと、レブランドもここら辺いたんで、あ、そこに二人いるだろうっていう感じで攻めてきたと思う。なんで、動くっていうのはかなり大事ですね、FPS って。さあ、と細かいんだけどね、こういうところ、ちゃんとね、ハイドチェックしましょう。さあ、で、ボセック棒がね、転がっていたので、ヘムロック捨てて一旦拾いに行きます。ボセックはね、マジ拾った方がいい。鬼杖です。鬼杖。Thank you, 進化キャッシュ。あ、進化キャッシュを拾います。まあ、マットはいかなり強いんで、進化キャッシュ拾った方がいいですね。グラップルってか、ジップライン。打っちゃおうかな。近づけて。70。
行く？じゃあ行くよ。おはいっぱいいるね。そんな感じ。角だけ入れようかな、じゃあ。ナイス、角。うん、角だけ入れる。そうなんですよ。角入れるけんいいっすよ、とりあえず。後ろ。ん？キマがある。レブ？ヘムのこの下。で、ここね。はい、行きました。まあ正直最初ね、冬見取った後に戻ったんだけども、最初からこう置いた方がいいっすね。ここだったら別に、エネチョから来るやつ見れたんでね、ここでいいっすね。ありがてえ。ミラージーラー。オッケー。うん。指つえ。まあここはあのこれっていいよって言うべきだったね。指つえ。指つえ。指つえんだよ。あとあのポジションね超強いんでおすすめですね。ここめっちゃ強いんで、まあ、相手打ち返せです。ガチで。さあここら辺はねアンチャー出てますんで、まあちょっと移動しつつって感じですね。あとここはターミナル入るガンチェックとかもしてます。で後ろ一応ねチラ見ですね。来てるか来ないか。コーセック八八強レブもいる。だからここで一応ね構成ね把握しておくといいですね。戦った時に、まあ、何の構成いたかって把握しておくと対策立てやすいですよね。まあ、いつも言ってるんですけど、ホライゾンがいるんだったらリフトに注意、ウルトに注意ですよね。特にウルトに関しては吸われたら負けなんですぐに壊すっていう意識をね持ちながら戦える。あと、鉱石見えたら、見えないところにガスがある。とかね。そういうことを考えながら、戦闘できます。さあ、ピン刺してくれたんで、味方は。ここは戦闘します。あ、おダメなした、おダメなした。ファイヤー貫通！パックワイ入れた。よ。やった。ナイス。ナイス、一人、通院を、神。はい、まずかっけるね。はい。で、今、シュンシュンもさ、とりあえずかっきるだっていう報告してたんだけども、上手い人ほどかっきる優先順位高いです。さあ、俺らの裏来てる。まあ、ちょっとね、かっきる話します。かっきるね、入れることによって何ができるかっていうと、まず人数不利を確定させられるんですよ、相手。ってことで、もう戦闘力落ちるんですよ。で、かっきる無視して変なやつ撃ってたりすると、いつの間にか蘇生されてるとかありますんで、もうそういったことがないように。もう必ず活気を入れてください。基本的には。まあ、よほど敵が目の前にいるとかだったら、まあ入れなくていいんだけども、もう基本的にはもう入れた方がいいです。もう9割の確率で活気を入れた方がいい。うん。活気の優先順位低い人がね、かなり多いっすね。正直ランク帯だと。なんで入れてないのみたいな。で、ダウン帯どこいるかわかんなくなっちゃって、実は蘇生されてましたとかね。マジあるんで。マジ入れた方がいい、活気は。何それ？特にね、ADS 見てる人だったら分かると思うんですけども、韓国でめっちゃ早いからガッキル。もう一瞬よ。2秒。ホライゾン 40? あ、ここグレ食らったんですけども、ここにはね、いないでください。同じグレ来た時に死んでしまうんで、一旦ね、位置変えて、下に1人。まあ、避けれるようにしますね。うん、下1。パスは下がった。隠れちゃうわ。はい、隠れちゃうわ。はい、これね、もう隠。もう隠なんだよ、このゲーム、とりあえず。もう、活気の時はもう間違いないっす、ガチで。ただもっと、弓してるわ。あ、弓ちょっと弾ないんで買います。切れるよ、俺のアビリティ。まあ、アンチいきますか。あ、マルグレとテレビちょっと22持ってるんですが、基本的にね、マルグレ持った方が強いです。うん。ただ一応、マットマーギーの、まあ、特性を利用して、テレビ持ったりしてるんだよね。なんでかというと、マットマーギーって、ダメージが入った直後 0.5 秒ぐらいって、スキャンされた状態に見えるんだよね。テレビにとって、ダメージ継続して入るんで、その間で見えるんだよね。なんでこれって結構なウォーラックなんで、テレビにとは結構強いですね。マットマーギーは。あ、ただ一応上登りたいんですよね。一応上の方が強いんですよね。単純に高所なんで。まあちょっと狙いに行ってます。ちょっと俺近づくね、バック。で、下降りたんで、一応そこら辺まで行けそうですね、目の前は。それ90？ちょっと前もいるんですよね、これね。ちょっとブラハ多分ロー、ブラハロー、ブラハロー。オッケー、ちょっとこうやったら戦闘力見るわ。倒した、ブラハ倒した、ブラハ倒した。ナイスです。あ、一般ピーポーだ、これ。一般ピーポー。下降り。これちょっと食らいすぎちゃったね。後ろ来てるわ。やばい。俺前出るね。これやばいっすね。ちょっと俺回復する。OK。ちょっとゆっくりやってほしい。あ、ゆっくりやってほしいね。ここまで行きましょう。よくわかんない。レバトレバトレバト、はい、ここから大事。そう、レバトレバト。倒し倒し。ナイス。倒し倒し。撃たす。ドモハカシャ。ナイス、モル。当たってる。ジブジブ。ジブ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 倒した。
もう一人出した、もう一人出した。ナイス、強い。これがこれがまさにこのボールよ、これよ。あのジル積んでたわ。さあ大事なところを話していきますか。まあここは正直覗かれてたら死んでましたね。まああとはとりあえずなるべくもう遮蔽に入る、もうそんなわけですね。でここの方向に聞いてください。回復する、ちょっとゆっくりやってほしい。まあここまで言ったらいいっすね。もう十分これで。まあ海外だとプレイスローって言うんですけども、回復中ってもうカバーできないんで、まあ、味方に無理させないようにっていうところでこういう発言しますね。本当に回復するから何をするっていうところも言えたらめちゃくちゃいいですね。で、ここも大事ですね。ここ ADS してます。なんでかわかりますか？これ分かったらすごい。まあ、正直マスター以上。じゃ、次ね。ここでやめてるのなんでかわかります？これも分かったらマスター以上。さあ、正解発表しましょう。かなり大事。しかも俺結構こういうのやるんですよね。ジャンプ中って敵拡散するんですよね、弾。なんでこれも当てられません。まず相手から。なんで、一方的に前段命中させたいので、A ですします。で、次。まあ、これね、壁の音俺見えてなかったんだけども、着手した瞬間に、相手っていうのは、精度良くなるじゃないですか。こっからダメージ受けますんで、腰打ちしながら味方に打ってもらう。で、自分のこと打ってるんだったら、自分は腰打ちで、被弾を減らします。で、味方のことを打ってるんだったら、A ですして前段命中させます。A ですして問題ない理由としては、こいつからはダメージもらわないんでね、全ダメージさせて、そっこり殺す。ただ一応ね、こいつのヘイト的にはレブラントの方行ってましたね。レブラント。で、ここは、攻めたんだけど、これ一人なんでね、もう、先に落とす。ほんとはそんだけいいと思う。それ待てなかった。足足。ナイス。一人倒した、一人倒した。まあ、簡単なキャラコン使いつつ逃げますね。で、ここはね、ちょっと、戻しますね。ナイス。一人倒した、一人倒した。一瞬バッテリー巻いたんだけども、このバッテリー巻く直前ぐらいに、リソースの確認ですね。ウルトがあるのか。あと、味方の体力状況ですね。っていうのをしっかり把握します。で、バッテリー押したんだけども、とりあえず敵が詰めてきた時用にウルト投げといたって感じですね、ここは。とりあえず投げた。で、たまたまここはジブが来たって感じ。なんで、まあ、これ読み通りですね。まあ、来た時のために投げたボールが刺さったって感じ。これ結構大事ですね。どうも、赤ちゃん。で、ここね、一瞬左見て、まあ、いけそうなかったんで、これ無視ですね。で、こっちの方がもう、見えてたんでね。こっちに切り替えましたね。で、ここ、かっきりに行ったんだけども、結構大事な話があって、ここは。まあ、難しいんだよね。まあ、味方のカバーをしに行くか、まあ、回復するなり、アーマー取ってから、行くか。って話なんですけども、まあ、ここはね、まあ、本当に難しい！本当に難しい！けども、俺はアーマー取って、最後の一人ワンオンワンには絶対負けないようにしようと思った、ここは。まあ、たとえ野良が死んだとしてもね。まあ、ニューキャストいるんで、蘇生能力値は高いんでね。まあ、死んでも全然いいかな。とりあえず自分は負けないようにしようと思って、ここはね、アーマー、行きました。あとね、この体力戦ってもね、普通に負けちゃうんで、まあ、ここは結構慎重になった方がいいところ。で、レベルも体力ないんで、瞬殺されて、次に俺が行った時に順番にね、2番目に俺が死にます。同時に打てなかった場合に、まあ、この体力のワンオンになっちゃうからね。結構厳しいんだよね。なんでここはアーマー取ってから、絶対に勝てるように。来た。さあ、一応、弓もあったんでね、拾いました。で、バックパックの中身ですね。ちょっと色がなかったんで、今こんな感じなんですが、やっぱね、まあ、グレはね、最終に向けてね、必ず持ってください。やっぱ絶対にね、ない人が、やっぱないとね、これ勝てないです、このゲームグレ。むしろグレがあるだけで、本当に勝敗決まるぐらい強い。なんで、もう持ってるだけ持つって感じです。マジで。終盤、弾を使わないし、回復もちょっとね、そんなに使わないんで。このゲーム。うん。まあ、今のテレビ拾った方がいいかな。まあ、バッテリー8本見られないっすね。後ろ、うん。そう、なんか後ろ残してるところをやりいきましょう。うん、ここはね、裏カットして、目の前入れるな、把握してました。前でいっちゃおう。一人だね。2卒、2卒、2卒。お死にてようだな。ファイヤー貫通足止め、これ大事。もうこの圧がどれだけすごいか分かります、皆さん。ギリギリの見とこ、あ、これギリギリの見ましょうね。一緒に行きますね、うん、もう大丈夫。いきなりこれ戻ってくる可能性も一応あるので、ハイドだけ警戒かな。うん、ハイドだけ警戒ね。5部隊13なんで地底人かな、またいる可能性もある。さあ、ハイドがね、いるかもしれないっていうところですね。やっぱり威力とですね、医療2だから渡せはする。はい、こうしな、2は。OK。Thank you。まあ、ここは元の弾でいいかな、アサルだったら。はい。大丈夫そうか。これ開けて、まあ、グレがあったら拾おうかなって感じだったかな、おそらく。もう、アンチ動かないと思う、そんなに。
ちょっと待ってね。はい、一応来るか。あ、中央だ。これは中央だ。うん、これは中央。じゃこれアンチ見てから、まあ、大抵もう終わるっすね。あ、そんなのいる。ファイヤーカンズ当たんない。さあ、アンチ見たら分かりますが、まあ、アトリギですね。一体見えた、今。やめてよ、殺さないでよ。ローバあ、怖い、って言った理由がこれ、ランペイ使ってるんで、うん、ちょっとチーターがよく使う武器なんですね。めっちゃ魂を引くれる、優しい。ちょっと警戒しました、ここは。1750だぞ。あいつ、ローバなんだよな。弾いっぱいあるよ。あー、許せねえ。あと、マットマギのパッシブ安心しなかったね。まあ、ファイアーボールと、ビッグドリルですね。両方右。これがね、もう、一択ですね、正直。使う？使っていい？いや、俺大丈夫ですよ。プラウラーがある。うん、俺もいいや。ええばいいや、もう。ほら、俺結構好きなんだよな、これ。ハンポンボタンの方が強い。あなるほどね。うん。まあ、ハンポンボタンの方がね、射程長いんでね。ここの場面だったら、まあ、ハンポンボタンかな、とりあえず。どういる？ね、左張りすぎてるかな、レブナントが。まあ、ライフル持ってるんだったら、まあ、エヴァ持ってたかもしんない。でも、モザン、結構強いんすよね。普通に。使いやすいし。ダメージ出やすいし。ファイヤーカンズ！そこ当たんないか。ワンチャン、そっから人出てくるな、これ。ここ、ここ。まあ、この時代の話なんだけど。で、それ切る。あ、ここは一応右の警戒しつつ、左も両方見てますね。オッケー。いつの間に。ずっとな。だワンチャン俺ら不利になるかも、左倒したら。お前、いい感じにウルト炊きますわ、すげえ。いやでも上あんまり入ってないな、こいつ多分。いや、こいつは上入ってない。グレで最後殺せるわ。左殺してグレ投げて俺だ、多分。よしよしよし。まあ、左遮蔽が結構入ってたんですよね。割と遮蔽ないと思ってそういう話してる。当たってねえな。グレ消費してるこいつら。邪魔すら上の。ワンチャン上抜きたいから。このグレ消費してるって結構大事ですね。これじゃ70。こいつはグレ使いすぎて俺たち投げる余裕なくなってるんだよ。いた。ファイヤー確認。オッケーねー。これ当たらせる勝ちだ。勝ったわ。オッケー。足も真ん中や。右足しっかり見とけ勝ちだ。オッケー。俺ウルトサイドゴーじゃ。あ、突っ込んだ突っ込んだ突っ込んだ。右上って屋根のことですね。やらせるわ。あ、基本的に当たってほしい場面ですね。右に邪魔したこれ。突っ込んでくれば絶対に。あ、敵の方が先に動かなきゃいけないんで、アンチ的に。なので敵が動いた時に当たるかなっていう予想はしてた。勝ったー。絶対勝った。絶対勝ったね。これは負けん、さすがに。これは負けん。いじめろよ。あ、キンヘリよ。あ、もちろん全部好きだった。さあ、ファイアードリルいじめ始まります。こっちが出てくるの困るから、ちょっとガラスねえと。まあ、どれだけこれ圧かけていくかですね。ファイアーいじめ。くらえ。ただ、相手ローバーなんでね、おそらく。物資は余裕っすね。やりとり来たかも、気をつけて。上登ってるね、これ、一人。まあ、やれにしたとしてもね、俺ら強すぎてね、これ。あんまり。あんま関係ないかな。そいつリボ、そいつリボ、気をつけ。え？リボはね、ちょっとチーター武器なんで、ちょっと怖いっすね。リボやばいかも、気をつけて。オッケー。一人 105？ 一人100入ってるわ、そいつ。さあ、屋上に回ってていく。上燃やすわ。オッケー。最後、ボールでも殺してくるよ。あ、ここはキャラコン使いながら作ってみっすね。チャンス！ワンナットちゃう、あいつ。はい、丸くめー。はい、見てくださいね、皆さん。ボーン！セーゴー！はい、ここで丸くめしっかり練習してるやつが今キル取れるからね。もう丸くめ練習してる人、もう話にならん。プロでも練習してる人いるけど、話にならんっす。ブラハダはさせた、俺。はい、もうこれはね、ひたすら邪魔します。あれ出てくるタイミングなんでね、ひたすら言ってましたけど、ちょっと早かったね。もうちょっと、結構、まだスペースありましたね、相手。あとは、金スコで覗いて、いじめっすね。さあ、削りまーす。あ、こう、スパークローラー。なんだこのゲーム！なんだこのゲーム！イージーウィンだね。マジナイスすぎる。まあ最後は正直言うことないかな。あのもうアンチが強すぎてもう負けることないですね。まあよほどなんか甘えてワンキル取られるとかない限りは負けないですね。
はい、ということで、3154と、ありますね。はい。はい、というわけでですね、今回ダイヤ2の時代のね、解説だったんですけども、もし、いいと思っちゃった、最後の見ちゃったって人はね、高評価とチャンネル登録お願いしますね。もう、それが、ね、僕生きていけないんで、すいませんね。じゃあね、今日の動画ね、以上でございます。何か意見や質問がございましたら、コメント欄にご参照、お疲れちゃっすー。登録